このスパイクが海外で大バズりした。だが、人々は気づいていない。アディダスが一体何をしたのか。彼らはアディダス史上最も人気のあったスパイクを限定販売。これは卓越したアディダスのマーケティング戦略によるものだ。OG プレデターはその特徴的なベロで知られる。このスパイクを着用したのは、ジェネディーヌ・ジダン、デイビッド・ベッカムだ。しかし、近年のサッカースパイク市場を見ると、アディダスは大きな問題を抱えている。メッシ・ロナルド時代が終焉を迎えた今、市場を独占しているのはナイキ。さらに、ナイキはエムバペ、ハーランドとすでに契約。今後のサッカー界を牽引していく二人とアディダスは契約できなかった。さらにアディダスはポール・ポグバに大きな資金を投じていた。しかし彼はもはやサッカーをプレーできない。もちろんアディダスは素晴らしい選手と契約している。だがナイキに遅れを取っているのは明らか。そこでアディダスは新たな戦略を打ち出した。彼らはベリンガム、アーノルドを広告塔にすることに決めた。この二人はアディダスの求める全てを持っている。絵に描いたような美しいゴールを決め、全世界の注目を集める。アディダスは特にベリンガムに投資、ベリンガム専用の白のプレデターを作った。このプレデター30の販売価格は41,800円。すでに完売している。